の山じゃ。はい、先日私釧路に行ってまいりましてね、母校の新王小学校でマジックをしてきたんでございます。ほんで今日はですね、その模様はあの後日あのちゃんと編集して、アップしますので、詳しいことは、後日編集してアップしますので、それ見てください。今日は釧路に行ったら買ってほしいお土産を紹介したいと思います。まずですね、僕はですねいつも車で行くんですけども、基本下道で行くんですよ。7時間ぐらいかけて、でまずこうわーっと通って、最初にお土産を買う場所があります。それがあの日照峠を、越えたところにあるなんだっけ、お土産屋さんがあるんですよ。そこで、これ買います。北あかりじゃがパイ、トカチって書いてありゃ何でもうまそうに見えますよね。これはじゃがパイなんですけど、これ最初買ったきっかけが、お店に試食があったんですよ。これでサイズがだいたいこれなんですけども、これ試食って普通4分の1ぐらいのサイズで試食やってるじゃないですか。これも変態ですよ。これも1個まんま試食、これ1個がブワーッと箱の中に入ってて、もう食べてくださいみたいな、とんでもねえ試食の量なんですよ。でそれをまあ言ってる時食べて、まあ美味しかったですし、この1個まんま食べたってことでこうなんか買わないといけないんじゃないかなっていう気持ちになって、で買ってのがきっかけです。はい、これちょっと僕食べるのもったいないので、あのいつも YouTube に出てもらってるあのプロレスラーの吉田さんに食べてもらいたいと思います。じゃあその模様どうぞ。はい、みたいですね。はい。うん、うまい。出た出た眉毛。あ、うまい、これほんとうまいですよ。続いて紹介するのがこれです。ミスターししゃも、釧路さんのししゃもでございます。釧路湿原をこう流れる川で生まれて、でその後太平洋ね、でそこで育って、でこう子孫繁栄のために川にまた戻ってくるんですよ。そいつですよ。お疲れ。まあ、これをですね、まあ燻製っぽい感じの調味料に漬け込んで乾かして、たものです。はい、でこれは誰に食べてもらおうかな。吉田さんに食べてもらいたいと思います。あ、おお、死んでる死んでる。だいぶ前に死んでる。シシャモの燻製風味、ミスターシシャモ、お酢のうまさ再発見、再発見ですね。戦ってる戦ってる。うん、めっちゃ酒欲しくなりますね。ああ、あ、燻製が、燻製っすよね。うまい。これ軽く火で炙ってもうまそうですね。ああ確かに。札幌に売ってないんですかね。売ってないと思います。生きてる、おー生きてる、あーいあーあー。さあ続いて紹介するのがこれです。これね、根室のお菓子なんですけども、釧路にも売ってます。ムーニーありました。これあのオランダせんべいというね、わかりますか、柔らかいワッフルみたいな形なデザインなんですけど、柔らかい、ね、やつです。こんなサイズ、僕の顔ぐらいですね。でこれをちぎるんですよ。だいたいこの溝に沿ってちぎるから4分の1になる。ちょっと失敗しましたけども、4分の1サイズで食べます。あ、いいね。さあこれちょっと食べてみますか。やっぱり吉田さんに食べてもらおうかな。これ吉田さんの子持っていこうかな。本当は吉田さんに食べてもらいたいんですけども、あの食べかけね、このご時世ダメなので僕が食べたいと思います。大きい方行こう、ね、これちっちゃい子よく食べました。ばあちゃん家で食べましたよ。ほらこれ、どうも
缶袋開けてほっとくとカチカチになるんで、まあ、買って割とすぐ食べてください。いただきます。あ、素朴で美味しいです。ほんのり甘いんですよ。何の味付けもしないっつうか、こう生地だけの味です。これ創業昭和25年らしいです。うちの父さんと同い年なんですよ。続いての商品はこちらです。サンマボロボロ、これは今回ムーで買いました。ムーで、はい、これ蓋開けたやつなんですけど、すごい匂い。これわかりますよ。これかけて食べてみましょう。実際に炊きたてのご飯にかけて食べてみましょう。ちゃんと僕鍋で炊いてますからね。じゃあじゃなくて、いただきます。混ぜてもいいと思うんですけど、ちょっと僕はのっこりのっこりいきます。美味しすぎて落っこちたほっぺたを探してました。これね、サンマをね、こう何かしらにしてこう砕いてこうボロボロにしてあれやったやつ、甘い感じがしますね。サンマの臭みとか一切なし、甘い感じの味付けで、ごぼうと人参も入ってます。で結構これがなきゃダメだなと思うのが、ごま入ってるんですよ。このごまがいい食感と味を出してます。こんな風に混ぜてラップでこうやっておにぎりにしてもいいと思います。うん、うまかったー。続いて最後のやつです。バービン、これこの渋い感じのパッケージ、釧路の地酒といえばね、福司という地酒があります。そして釧路には中島というお菓子屋さんがあるんですけども、その福司と中島のコラボケーキでございます。で僕緑色の方が好きなんで、緑ちょっと開けてみましょう。いましょう。ほい、よ、厳重だね。あ、もう、いい匂いつかのしっとり感が来る。あ、これ穴開いてるんだ、だからだ。そうね、これちょっとね、カステラっぽいケーキなんですけども、カステラと思ったら、ああ間違いな。ほら、これ。はい、これね、釧路の地酒福司をたっぷりと染み込ませたケーキなんですけども、これね、ちっちゃい頃食べて感動してね、大人になった今でも大好きなんですけども、アルコール感が一切ありません。で最後にもこう霧吹き的なのでね、福司を吹きかけてるんですけども、アルコールさはもうゼロと言っていいです。美味しさだけは残ってます。ちょっと切ってみましょう。このキッズ包丁を使えば、見てサンドイッチも4度イッチも正確の不一致も、この包丁があれば、簡単に切れる。さあ食べてみましょう。香りはね、お酒の日本酒の感じがするんですけども、アルコール感はないですから、お子様でも安心して美味しく食べれます。いただきます。ものすごいしっとりしてるんですよ。こういう手の人いるよなってぐらいしっとりしてるんですよ。で味はほんのり甘い感じなんですが、美味しいんです。潰してみます。あ、で
低反発枕みたいな、分かる、この戻る感じ、そしてもう戻った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 、あと音聞いてください、音、この戻るジュッていうね、このしっとり感、ここまで潰せばもう戻らないですけど、いただきます。ちなみにこの緑のね、この 銀と緑のやつとこの金色のやつの違いは何かというと、こっちがね純米酒、福塚さんの純米酒、こっちがなんか清酒って書いてます。もうお酒詳しくないから違いがよくわかんないですけど、で、あの卵もこっちが全卵使ってるんですよ、全卵っていうの、あの卵使ってるんですよ、こっちが卵白使ってるので、あの生地がこれでもう十分こう白っぽいんですけど、こっちもうもっと白です。それ見てみます、白いでしょ、これがね清酒の方です。サンドイッチ、ヨンドイッチ、清客のフイッチ、ほら白いですね。ちょっといただきましょう。お酒感、こっちの方が匂い強いのかな、卵感が薄いのかな、うん、こっちもね、美味しいです。でも僕はこっち派です。ちなみにあのこの倍の幅のこんなぐらいのでっかい福塚さんも売ってます。で、このサイズは単品でも売ってるんですけども、こんな風に3つセットとか、もっと言えばもう1個ね、小豆ロールってやつがあるんですけど、まあ、それを入れた3つセットとかもでも売ってますので、ぜひお買い求めください。はい、ということで、まあ、まだまだお土産なんか山ほどあるんですけども、だから僕がいつも買うお土産を今日は紹介させていただきました。で、僕帰りいつも帯広も寄るんで、そしたらクランベリーのスイートポテトもこう毎回買ってね、こう家で食べたり誰かに渡したりしてます。ぜひ道東いい場所なので、皆さんこう釧路を中心に来てもらえたら嬉しいです、僕の地元なので。ということで、以上釧路の、僕がおすすめするお土産たちでした。釧路よろしく。怪文なんだよ。Magic show.